はい、どうもゆっきーです。今日はですね、東京武道館というところに、来ております。綾瀬駅の、すぐ北の、にあるところなんですが、ここ来たことなかったんで、もう興味ないですからね、来ないんですが、暇だったんで来てみました。ソメイティという謎のキャラクターと、こちら、ミライトアという謎の、物体がいます。そしてこちらが、東武武道館の、ミニチュアモニュメントでしょうか。すごい。で、これ東武武道館っていうのは東京武道館の何のあれなのかもよく分かってないんですが、多分武道館ってことは多分何かの大会が開かれるということでしょうね。まあ1ミリも興味はないんですが、大会は、卓球ぐらいかな。スポーツは基本的に、まあスポーツは基本的にゴルフか卓球しか興味ありません。霞会、卓球大会あんじゃん。卓球大会あるぞ。いつだ本日のご利用案内だよね。9時から17時。あ、あと20分あるぞ。卓球大会があるらしい。卓球大会？なぎなたの大会なんてあるんですね。ございます。なぎなたっていうとどんな感じのやつですかね。刃物ですよね。木刀と言います。あ、木刀なんですか。刃物ではないですね。なんかこう槍みたいな感じですよね。どうもありがとうございます。これなんか書いたりっていうのが、個人利用か。具体的にこれって、入場料がいるんですか。なるほど、なるほど。その大会っていうのは具体的にどこら辺で行われるんですかね。ここに、こっち入ればいいですかね。一応あちらの大きいお部屋と、あちら中の方でも。なるほど。ああ、なるほど。個人で利用するのは、金がかかるということで。いらっしゃいませ。はっは。美人でしたね。めちゃくちゃ美人でしたね。さすが受付。美人だ。なんつったっけ？槍ちゃうな。なぎなた？なぎなたの道場。なぎなた大会。トレーニングルーム。なぎなたの大会なんてあるんだろう。弓道とかなら知ってるんですけどね、なぎなたの大会なんて1ミリも見たことがない。かへぇ。はは。東綾瀬公園温水プール教室。受講料が、高え。4000円、3000円とか、ね、これ無料なのが、これは、はつらつ教室。
これ65歳以上で、じゃあどこで ?65 歳以上だね。妖怪語、妖怪語。なるほど、なるほど。ちなみに俺自慢ではないんですけれども、スイミングスクールには、小学生の時には通ってまして、何年通ってたかな ?3 年間ぐらい通ってたか。あれね。バタフライは不可能です。クロールも苦手です。一番好きなのは、得意なのは平泳ぎぐらいしかダメです。背泳ぎもダメです。まあ、平泳ぎできれば大体、ありましたね。あ、なぎなた。あ、刃物じゃないですけど、木刀の、こう、曲がってるタイプの。なげえ。かあ、なぎなたの大会なんて初めて見たな。これちょっと行ってみたいですね。なぎなたか。なぎなたの大会なんて俺見たこともないぞ。剣道の。まあ、本がいろいろとありますけれども。なぎなた大会。なぎなた大会ちょっと気になるな。ああ、やっぱ弓道の、かっこいいですね。これ確か、胸がでかい人は、すごい痛いらしいとかって聞くことはあるんですけど。なぎなた大会。極真空手。極真空手もさっぱりわからないですね。何が極真っていうの、何が極真なのかもよくわからないんですけど。剣道。剣道もね、高校の時にね、部活があるんですけどね、ものすごい高いんですよ、あれ。剣道のいろいろとすべて。あれ、金持ちしか多分、あれ、入部できないですよ。あれ、何十万もしますからね、あれね。ちょっと聞いてみようか。すいません。はい、なぎなたの大会って次どこで、いつですかね。ああ、ないですか。はい、ああ。そんなになんか、なぎなたっていうのはあんまり行われないんですかね。そうですね。他の武道に比べると、あまり大会が少ない。卓球ってちなみに、いつ行われます？卓球は、一応ですね、観覧が不可になってるので。ああ、そうなんですね。はい、じゃあ、観覧が可能なやつと不可能なやつがあるんですね。そうですね。はい、ああ、じゃあ、卓球で観覧が可能な日っていうのは、いつなんですかね。一応ですね、今のところ、観覧可能大会はないですね。ないんですか？はい。じゃあ、弓道とかも、見えない、見れないってことですか？弓道は、観覧可であれば見れるんですけど。ははは。卓球では一切、今のところないと。今はないですね。では、なぎなたも今のところないと。ないです。ああ、じゃあ、あるやつって何かあります？次、最短日で行くと。ええ、何でもいいです。ええ。一応明日、剣道の大会があるんですけど、こちらは観覧ができます。何時からですか？明日の10時から開会式が始まるので。それで終わるのが何時ですか？終わるのは、だいたい予定なんですけど、ええ、4時ぐらいに終わりますね。なるほど、なるほど。はい。それは無料で観覧できるんですか？そうですね。明日は無料で観覧できます。ああ、わかりました。どうも。はい。ありがとうございます。で、入場がそっちの方なんですか？入場は、出ていただいて、左手にある南口からの入場になります。なるほど、はい。どうもありがとうございました。はい、非常に美しい方で。めちゃくちゃ美人だった。
ああ、さすが。受付嬢美人だ。確実にあれは彼氏がいる。諦めよう。つまりこっちにあるらしいですね。入場は。まあ、正面ですかね。もう終わったんじゃねえのか、これ。時間的に。今何時だ、これ。だいたい。今何時 ?16 時46分。約もう15時だ。なるほどね。どうやっていけないか。どうしよう。すみません、これって裸足でこれ入場するんですか？上履き入って。あ、上履きを持っていかないとダメ。はいはい。ああ、じゃあ持ってないければダメなわけですか。スリッパがないかな。ああ、ないんですかね。スリッパ、サンダル、そこに入ってない？これ、外専用サンダルってなってるから。ああ、そっか。ですよね。じゃあダメです、ね。じゃあ、素足で行かないと。素足行けるんですかね。行けます。あ、どうも。裸足でいいらしいです。本来は、あ、すげえ、でかいわ。掃除が行われてますね。本来は一応、内履きを持ってこいということらしいです。ああ。まあ、普通の卓球でも俺大会、何度も行きましたけど、高校の時、卓球ね。まあ、こんな感じですよね。どっかの、ねえ。あはあ。明日、何時からでしたっけ ?8 時からでしたっけ、あれ、あ、忘れたな。ははぁ。よし。裸足じゃないや。観覧席はこっち。トイレと。あははは。なるほどね。いやー、でも可愛かったな、あの受付嬢。くそー。ん？なるほど、なるほど。こうなってるわけですね。ほとんどこれ卓球の大会の会場と一緒だ、これ。これは高校の時に3年間。いや、中学の時だったな。そう、間違えた。中学の時に3年間卓球部だったんですけど、大会に、まあ何度も出場したんですが、まあ大体ほぼほぼ、即負け。ダブルスで、ダブルスで出場して、俺の友達と、まあ、いわゆる一番下手な人間二人で、俺とその友達が。で、案の定、即、負けです。でもね、たまーに何回か勝ったことあるんですよ。たまにね。ダブルスで。懐かしいな。
はあ。変わんないね。なんか一応卓球もね、あれね、もうね、ルールもね、結構変わったりしてて、俺らの時代でもう変わったとこがあって、ボールの大きさが大きくなったんですよ。ええ。でかくなって、なんで、あと、なんだったっけな、点数のあれも、いろいろ変わったんだよな。前までは若干ちっちゃかったんですよ、一回り。若干。そうですね。直径で言ったら多分、2ミリぐらいでかくなったんちゃうか。1ミリか2ミリぐらいでかくなったんですね。ちょうどその境目あたりの時に俺らが、3年間部活してて、で、卓球部の、今考えるととんでもない、いわゆる鬼教官みたいな感じの人で、まあ、毎日部活、放課後するじゃないですか。その後に、金曜日だけ、夜練っていうのがあって、その中学校に集まって、夜7時ぐらいに集まって、つまり、部活が、5時ぐらいに終わって、2時間後に、集まって、その、中学校に、で、その後に、別の、隣町の、聖浪町っていうところがあって、そこに、大きな体育館があるんで、そこまで車で、その顧問の先生の車で移動してもらって、12時まで、いや、11時半ぐらいまで練習して、その後に、うんたらかんたらで片付けとかやって、で、12時ぐらいに、またその顧問の車に乗って、中学まで帰って、で、そっから帰宅って感じだったんですよ、確か。で、まあ、ひどいです。今考えるとひどいですね。で、しかもそれだけ練習をやってるのにもかかわらず、俺とその友達壁打ちという、ね、一人卓球を、ひたすらこう壁で、スマッシュの練習をひたすらするっていうね、異様な光景。だから卓球台が結局ないんですよ。人数分。で、まあ、そんな感じでね。当然個人戦ではほぼ 100% 負ける。ダブルスではまあ若干勝ったことあるんですけど、1回か2回ぐらいしか勝ったことないですね。だから、その、聖浪町っていうところはすげえ金持ってて、卓球の台がすげえいっぱいあって、だからそっちで練習するっていう感じで、なったわけなんですけどね。なるほどね。東京武道館っていう名前の、割には割と普通のちっちゃい大会会場ですな。あともう一つ逸話があって、そのね、卓球のボール、まあ、100個以上あるんですけれど、練習用にね。あれが大体、あれ、ちなみに、あれ一つ、あれいくらすると思います？めちゃくちゃ高いんですよ。あれ。あれ一個100円とかするんですよ、普通に。安くても、そうだね、50円とか、そんぐらい。確かそんぐらいするんですよ。確かね。で、大体踏んで割ったりするんですよ。ね。だからまあ、部費で補助するんですけども、で、部活終わって、片付け開始っつって、
で、片付けするんですけど、そんな何百個も転がってるんで、一つぐらい見落としがあるんです。片付けられないって。隙間に入ってたとか。そして、次の日になって、発見された場合、一個につき、グラウンド5周、という罰則がありまして。で、ひどい時にね、5個ぐらい追っててね、25周ぐらいさせられたっていう、むちゃくちゃな話があってですね。逆切れされましたからね。逆切れなのかよくわかんないんだけど。5個ぐらい落ちてて、25周行ってこいっつって、で、真相になりながら、25周し終わった後に、帰ってきたら、その鬼教官が、お前らふざけんなよと。お前らふざけんなよって。卓球の、時間を、ね、割いて、グラウンドね、ね、やるでしょ？無駄なんだよって。いい加減にしろと。いうふうなことを、散々言われまして、でもまあ、それでもね、一応友達はいろいろできたからね。同級生も、下級生も、上級生も。そういう意味ではまあ、良かったんではないでしょうか。ただし、俺の友達と俺は、一番ビリケツという。ね。うん。でも逆にね、友達の方が逆に上手かったんですよ、あれ。卓球で言うね、一番勝つ方法、確実に勝つ方法が、実は必勝法があるんです。その必勝法とは、相手のコートの中で、つまり卓球台の中のあの角に当てる。これが最強です。つまり、卓球台がこれだったんですよ。ね。ここに、この角に、カズって当たると、絶対に反応できないんです。ビュッていくから。100% 勝てるんですよ。それだけ学べば。つまり、いかにしてあれをするか。で、あれを行った時に、絶対、すいませんでしたって言うんですよ。マナーとしてね。だが、しかし、ラッキーなんですよ。だから、あれさえマスターすれば、誰でも勝てます。ただし、マスターするのはほぼ不可能に近い。あれはまさに偶然の産物であったので無理です。避難経路。ちょっと Wi-Fi が繋がるかどうか、また美人な受付嬢に聞いてみるか。美人の受付嬢さんに聞いてみるか。ちょっと待って、あれ出れなくなった。あれ、ちょっと待って、閉められた。閉められた。鍵かけられた。嘘。鍵かけられた。すいません。鍵かけられちゃったんですけど、これどうやったら出れますかね。出るの？ええ。正面玄関。あっちなんですね。わかりました。正面玄関。そこ。ちょっとわかんない。初めて来たんですけど。うん、卓球やられてるんですね。そう。僕も中学生の時卓球やってて、3年間やってましたよ。今日試合だったんですよ。そうなんですね。うんうんうん。で、ちょっと、じゃあちょっとすいません。靴持ってきますんで。
あぶねえ。すいませんね。はい、はい。私、引っ越し、ちょっと、今日、7試合目やったから。あ、その年で。すごい、元気ですね。いくつだろう？当てたら100万円だけど。80歳ですか？いや、70ぐらいでちょっと、60か70ぐらいで言おうかなと思ってたんですよね。これちょっと難しいなと思って、外したら失礼ですからね。いや、でも80歳すごいっすね。はぁ、でも試合って、それで勝てましたか？今日？ええ。昨日、それ試合は高年齢層の、方だけの試合みたいな。それで勝ったんですか？はぁ、すごいですね。あ、ここが正面玄関。そうなんですね。どうもありがとうございます。はい、あぶね、マジで80歳。これ難しいな、だいたい難しいんだって。女性にね、年齢聞かれるとね、一番難しいんですよ。あれは何を聞こうとしたんだっけ？Wi-Fi。すいません。ここって Wi-Fi とかってないですか？そうなんですけど、簡単できないので、なかなか入れないんですよ。そうなんですか？でも入っちゃいましたね。すいません。はい、すいません。Wi-Fi とかってあるんですか？ Wi-Fi はないです。ないです。一般の人入っちゃダメだってよ。に入って帰ろ帰ろ一般の人入っちゃダメだって言われて普通に入ってなんで書いてないんだろうな一般の人入っちゃダメとかびっくりした週間予定表今日が26日だろ29日か今日が29日で明日が、剣道。わけわかんないな、これ。剣道。あ、弓道もありますね。弓道の女性の弓道見たいな、これな。絶対おっぱいでかいと確実に痛いっていう人がいると思うんですけどね。剣道はもう全く見えないですからね。顔が。弓道だな。見るとしたら弓道だな。男は興味ね。女だ。女の弓道大会が見たい。あとでググってみようっと。はい、ということで、皆さん、お疲れした。あれが、持ってるの、あれが、なぎなた道ですかね。長えな。なぎなた道なんて見たことないね。ということで皆さんお疲れさんでした。バイビー。